みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。みほとけ、ついに本が出ました。こちら笠間書院から出版のみほとけの推し仏という仏像を紹介するエッセイ兼図鑑みたいな本になっております。いや、もう仏像にまつわる本を出すっていうのはみほとけのこの活動の中でのもう大きな大きな夢の一つ、ようやく出すことができました。ありがとうございます。この本がどういう本かというと、私みほとけ、これまでですね、もう本当にたくさんの仏像を拝んできました。あんまりちゃんと数えきれないですけれども、1万以上は確実に拝んでいるんですね。そんな中でも推し仏48選を、まあね、それぞれ見開き2ページずつぐらいでご紹介しております。私、仏像基本的に信仰の面、まあその仏様がどういう願いを込められて、そして我々にどういう働きをしてくれるのかという信仰の面、それからその仏様を作るにあたってどういう歴史があるのか、はい、まあ、誰が守ってきたかっていうのも重要ですよね。それから美術的な面、もう美しいっていうポイントはどこに詰まっているのか、誰の影響でこんな美意識が生まれたのか、あとは逆にめちゃくちゃ下手でもなんでこんなに美しく思えるのっていう、そういう信仰のもの、歴史のもの、美術的なもの、その3つの観点から仏様いつも拝観しているんですね。そこをこう解説したり、自分の感動を言葉にしながら書いた本となっております。あと、あのお笑い芸人なので結構面白く冗談なんかも混ぜてます。はい、まあ、なぜこの本書いたかというと、まあ仏像を紹介する本を出したいっていう夢がまずありまして、でそこに笠間書院さんがよかったらうちで書けませんかっていう声をかけていただいて、じゃあ何しようと思ったら、やっぱりどれだけこの仏様が素晴らしいかをとにかく語らせてくださいっていう気持ちだったので、まあその中からこう東大寺の大仏様とか、コップ寺のアシュラ像とか、鎌倉大仏とか、もうみんなが一度は見たことある、聞いたことある仏像から、まあそうですね、例えば愛知県の、まあ、重要文化財だけども、在賀寺さんの仁王像とか、あんまりこう地域の人には有名なんだけどねみたいな、そういうちょっとマイナーな仏様までをこう読んでったら、もうどん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 仏像の深みにはまっていくみたいな、そういった本でございます。まあ、この本を読んで、会いに行きたい仏様に会いにぜひ行ってみてくださいというような本です。基本的にはいつでも拝めるものを載せております。そして何といっても監修にですね、鎌倉国宝館長である半蔵門ミュージアム館長でもある山本勉先生に、はい、監修していただきました。山本先生といえば仏師運慶にまつわる研究の第一人者であられますよ。それから仏像の歴史にまつわる本も、もう名著たくさん出されていて、まあ、その先生に監修をしていただいたという、もう本当に情報盤石な本でございます。まあ、この中で例えば私が空や聖人像にまつわることだったら、平安時代のお坊さんで鎌倉時代に仏師康勝が彫ったんですって言ったら、はい、仏師康勝で間違いないですねとか、で私が空や聖人がもう本当にリアルで今にも動き出しそうでって言ってても、うん、確かにここでこういう表現使っても間違いはないだろうみたいな、そういうところを見ていただいております。ご自立字も見ていただきましてありがとうございます。もうね、めっちゃチェックが早いんですよ。私が原稿書いてパンと送ったらね、30分後にはパンって返ってきてね、この量をもう見たんですかみたいな感じで、卒論の提出の時みたいな、教授と学生みたいな感じのもパパパパパンってやり取りで、まあ、この本の見どころというと、まずは仏像をいろいろですね、チーム分けしているんですね。例えばやっぱり最高、有名すぎる仏、癒しと色気の美仏、ハートを射抜くイケメン仏、ビジュアルが強い仏、かわいい仏、みたいな、私的に仏像ユニット分けさせていただいております。なのでこうどういう特徴の仏様かなっていうのを分かりやすく入っていただけるんじゃないのかなと思います。そしてもう一つ、このイラスト、みほとけが描きました。もうね、一体一体めっちゃ時間かけてイラスト描きました。なのでこう仏像のビジュアルにまつわる説明とかをしたら、このように、はい、イラスト付きでの解説になってますので、どんな姿かを想像しながら楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。例えばどんな話を書いているのかというと、まず第1章の 1-1 の仏像、はい、やっぱり最高、有名すぎる仏、興福寺のアシュラ像から始まりました。もう本当にこの方はですね、アイドルグループ仏像があったとしたら絶対的センターを務めるような存在です。奈良時代に作られ、平城京を中心とした古代国家が最も栄えた時期です。
興福寺は藤原氏が建立したプライベート寺院にして巨大寺院。発願者かっこオーダーした人は藤原家の生まれの光明皇后母橘道代の供養のために作りました。文化の中心地で堅固な信仰心と潤沢な予算、一流の仏像制作工房により作られたのがアシュラ像なのです。これほどの仏像が日本に残っていることは世界に自慢できます。ありがとう光明皇后いきなりこんなテンションで始まりました。アシュラ像の顔が3つある、その秘密を喋っております。アシュラ像は元はインドの戦いの神様でしたが、お釈迦様の教えを聞いて仏教に帰依し、仏教を守護する神となりました。そのお顔はお釈迦様と対峙した時の悟りの深さを3コマ漫画のように表現しているんです。向かって右の顔は争いやめて仏教に帰依すべきかとまだ考えている顔、きっと睨みつけ自分のプライドと戦っています。向かって左側の下唇をギュッと噛む顔はついにお釈迦様に悟されて観念し、グヌーのお釈迦様いいこと言うじゃねえか、もう私の反省の気持ちを認めるしかないかという最後の踏ん切りをつけた直後の顔、真ん中の顔は仏教の守護神になることを決意しまっすぐ前を見つめ、はいもう私はお釈迦様の虜ですというような顔、この刹那的な表現を見事にしているんですよ。だから拝む人の心にキュンとくるのだと思います。よくぞ決意してくださったアシュラ様と私は言いたいのです。仏像のねお話をこう有名なあの仏像知ってるんだけども、よく考えたら細かい情報知らないよなっていうものを解説しています。続いてマニアックというかね、まあ、もちろん国宝で有名なんですけれども、薄木間外仏という大分県にいらっしゃる岩壁に掘られた大きな仏像、その中での私の推しが三能山石仏っていう仏様なんです。そのことについてはこういう風に書きました。これ前段階でめちゃくちゃ豪華で上手な仏像を紹介していました。で一方逆に素朴なのが三能山石仏、私の推しです。中央に上六、左右に小ぶりの3体の如来像で構成されています。まん丸い顔に小さい鼻と口、なんてのんびりした顔なんだ、明日学校で雑巾がいるんだってって夜の9時に行ってくる時の子供の顔です。心をつかまれましたね。他の石仏群の若い仏も個性豊かで非常に賑やかです。という感じで私の妄想が織り込まれております。のように仏像仏様のことを私が見聞きした現地での感想プラスしっかりとした、情報を混ぜ込んで分かりやすく書いているというものです。48というのは、AKB48 が好きだからです。あの私が大昔に AKB が好きすぎてオーディション受けたら受かった AKB でいう9期生の頃ですね、まあ、そんな自分の歴史もあるし、あと阿弥陀如来という仏様って48個の誓いを立てているんですね。どうやったらみんなを助けられるかなということで48項目分の誓いを立てて、それを達成したから阿弥陀如来になったんですよ。つまり48個分のご利益があるみたいなことなんですけど、その阿弥陀如来48の誓願にかけてます。たまたま一緒の48でした。はい、あの私のこの本、とある方が推薦コメントを出してくれました。それが笑い飯の哲夫さんです。ありがとうございます。こちらご覧ください。こちらもあります。僕はみほとけちゃんの知識に負けました。この本も何度も読んで精進します。笑い飯哲夫。うわー、こんなこと言っていただけるなんて、こんな光栄なことございません。もう私は仏像好き、お笑い芸人、お笑いも大好きです。哲夫さんのことを勝手にもう心の師匠のように仰いでいるというかね、哲夫さんの仏教にまつわる本はもう全部読んで勉強させてもらって、こんな風な面白い解説いつかできるようになりたいなとか思いながら憧れの存在でございました。そんな哲夫さんに、まあ今奈良テレビの奈良フライデーナイン笑い飯哲夫の面白社寺巡りという番組でよく一緒にお寺巡りのロケをさせていただいているんですけれども、そこで、はい、お話をしていたご縁で、まあ、私の本を実際にちゃんと読んでくれて、それでコメントを寄せてくださいました。本当にありがとうございます。こんな光栄なことありません。ポップ見た時泣いちゃった本当にすごいことになっておりますが、まあ、哲夫さんもこう言ってくださった本、本当に自信持って皆さんにお勧めしたいと思います。
最後にですね、この本を書くにあたり、もうこれまでいろいろさまざま拝観してきた仏様、そしてその仏様を守っていらっしゃるお寺の皆様に心から感謝を申し上げます。私がここに書くにあたり、いろんな仏像との出会い、そしてそのお寺様との出会いも書いているんですけれども、もう行くたんびに仏像のことだったりお寺の歴史だったりをもう本当に真摯に一生懸命教えてくださるんですね。そのもう本当にありがたいなといういつも教えてくれてありがとうという気持ちを込めて書かせていただきました。本当に、仏像を持ってくださってありがとうございます。そして妙時に仏教のことを教えてくれてありがとうございます。拝ませてくれてありがとうございます。ということで、この本、まあよかったら第2弾も書きたいぐらいですね。48選びましたが、まだまだ書けます。はい。そして、まあ、地域が結構仏様って特色があるので、地域ごとに仏像の本を書いても楽しいのかなと思ったり、もう本を書くという意欲がメラメラとずっと湧いておりますので、あ、よかったらこのまず1冊目をね読んでいただいて、まあその結果を受け2冊書けるようになったらいいなと思ってます。本の感想なんかもね、コメント欄欲しいですし、あとは Amazon とかこういう通販サイトの口コミ欄にもよかったら感想なんか寄せていただけたら嬉しいです。仏像あんまり今まで触れてこなかったけど、ちょっと興味あるかなという方、御仏のことを知ってるけどどんぐらいのもんじゃいという方、仏像にはめちゃめちゃ詳しいけれども改めてなんか思い出したい仏様いるなっていう方、いろんな方にお勧めしたいですね。ついに御仏が書いた仏像本、御仏のお仕事、 Amazon、 いろんなネットショッピング、それから本屋さんで買うことできますので、よかったら一冊読んでみてください。それでは御仏の本が出たお知らせをお届けしました。ご視聴ありがとうございました。ナムー。